じゃあ、世紀末舞踏会ランキングバトルボリューム7決勝トーナメントよろしくお願いします。じゃあ 1P が J キングレイ、 2P が2代目指導のラオウですね。さあラオウ使いも手がかじかんでボタンが連打できない可能性あるが、どうだ。さあジェイキング的にはおそらく一番ラオウはやりたくない相手っぽいが、さあまずはジェイキング、さあしっかりボタンを押している。さあうまくつないで 2A 禁止、うまいですね。あれじゃないとつながんない。さあこれはもう地裁でつなぐだけで終わりそうですね。さあこのままゲージを回収しつつ、まあただレイにもゲージがあるんでそんなに悪い状況でもない。まあおそらくですがジェイキングレイラオウ戦など何も覚えていないと思われます。さあ切り裂けは出さない。さあうまく拾って、しっかり押している。さあ最大ため張り、これがラオウとユダはね特に強いですね。さあ目押しもミスらず、さあトラベルとツイートします。ラオ有利ですか。そうなんだ、まあ、マジで数と7-3ぐらいあると思うけど。ジェイキングこのまま終わってしまうのか。さあ今年のランバトはねちょいちょい来てますからね、ジェイキングで。さあ空対空、さあめくるとは思ってなかったっぽい。って行ってしまいそう。さあタッチエに移行してブニエ。さあそしてこの後ゲージがおそらくマックス付近まで行きそうですね、これは。さあこうなってしまうといくらでイラオウでもレイ結構めんどくさいですね。さあゲージマックス、これは厳しい、かなりきつい状況だがどうするか。さあ最大ため場に、まあ、あれはスカってもガードされても特に問題ないですからね。さあ、あ運がいい。さあしかし強者は運がいいのも味方していくのが格闘ゲームですからね。
さあこれはかなりラッキーな展開。さあでもどうするか、つなぎはまあもう1点に溜まってるからこのまま自分も刻んでいく感じですかね。さあまあリバサナギを下ってたってことは又吉は目の前で、まあ、前の層かなんか仕込んで様子見てたんですかね。多分これで一気に分からなくなる。さあ1-1。さあインサチからの投げやりたい放題。しかし割とどうしようもない。さあ勝ったのは、2代目指導。じゃあ強烈な起用でお願いします。さあ 1P が強烈、 2P 納強ですね。レイラ王はまあでも今ラオウ使いの火力高いですからね、結構ちゃんとやんないと。Decide the destiny. どこを見ている、どこを見ている。さあまず競り勝ったのは強烈、統計を決めでゲージ回収、これが最強。さあミスる、まあ美味しい。レイの演習、トキの 2A に勝てますからね。暴れつぶしとかで使うのも結構面白い使い方できます。あこれもかなり運がいい。おそらくですが、まあ、断固か昇竜のミスっぽいですが、まあ、それかファジーナリを仕込んでたのかな。さあ刻んで刻んで、お互いにゲージマックス、それで星は取っておきますね。さあバリア張ってちょっと強烈側がやりにくそうか。ここでブージャンディしっかり逃げ逃げ。さあチャップキャンダンジンでこれは浮いちゃいます。ただ1ラウンド目にゲージマックスまで回収してたおかげで、まあ、ラウンド加えてもレイ側のゲージはありますね。さあ浮かして、さあ、ジャン AC。 さあ、そのまま刻んでフィニッシュ。さあ、最終ラウンド、ジェージがお互いに防ぎます。レイが前ジャンプですね。
さあ何かをやろうとして、お、これは微妙に遅い1式ブー投げですイチさんはあえて遅らせてましたね、あれ最速じゃなくて。ミスってしまう。完走すれば勝っていたんですが、今のはまだんこミスですかね。あ、まずは強烈。さあ2試合目、またしてもレイトキですね。さあバニーからオリベメ、これはまだピオラないかな、ピオラないけど死にます。さあ断人剣、高さもバッチリ。そしてここでピオル。結構ねドリブルミスった時とか用にちゃんと画面見とくのは大事ですね。特に大会だと最後まで見ておいた方がいいですね。パブニエで割り込んで払って、そしたら、次がケータローションプレーでお願いします。さあ、トキトキ。黒い方がローションズ、ノーマルカラーがケイタですね。さあまずはケイタ、西だったらピヨってそうだったが、2Dを入れてました。さあ、せっかくは暴発。ここでシンプルにリバースアテミ。これは特に難しいコンボしなくても死んじゃいますね。さあ、ミスグ。今東京とフランスで北斗の大会同時に行われているの面白い。あ、もうフランスでもそう、今日ミックスアップかなんかで北斗の大会やってる。さあフランス大会と同時にこちらもやっております。せっかくガードからブーニエー最大ダメバニ。さあお互い当て見直し。さあここで一撃、まずは、ローション勢ですね。
今フランスでも大会やってるみたいですね。さあ2試合目も、トキでしょう。The time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. さあまずファーストタッチは消えたとき。さあ投げすかからの投げ、さあジャンディー、ここはダンジン剣使っていきます。さあブーニエ、これはまだ死なないものの、まあ、時間を稼ぐ意味でも使っていく。さあ吸い込まれていって、あれ岩佐投げやってましたね、恐らく。命を投げ捨てるもん。まずはケーター。さあ乗っかったのはモーション勢の時。さあブージャンディーで降りてきて、まあ、時同キャラでもやっぱり真上のジャンディーはちょっと落としにくいですね。せっかくはスカール、まあ、ちょっと拾いにくかったか。さあ画面端いるがなぎなぎ、これは読んでいる。さあ、まあ、超一点読みですが見事に決まりました。さあこれで1-1。フランスの大会何人ぐらい参加してんすかね。いや講師がいて、ああこれか。さあフランス勢ぜひ招待してください。僕一人対フランス勢全員でもいいんで。でもファラオンが出てきたらワンチャン負ける可能性が高い。ワンチャンあるからな、ファラオンを。でもファラオン出てたら絶対優勝するでしょ。いますね。さあまずはケータ、一番最初に遠征に来た海外勢のファラオン・ラオウっていうのがいて、普通にラオウのコンボとか、まあ、当時としては多分かなりコンボ精度高かったな。2A2C2C、ハガンテン。勝ったのはケータスね。じゃあ、K.I. 兄弟。で。疲れちゃった。
ワンピー側が京ちゃんですね。で、ツーピー側が KI さん。めっちゃ揺れる。すごい出る。これ、あれですね、めちゃめちゃ珍しくない舞踏会以外で当たってるとこなんか、ニコ動以外で見たことない。ケンシロウや。これは多分ハメレアさんに対するメッセージ。あ、うまい。そうっすね、ケンシロウはバックステイに対して、ジャンプ攻撃のバックステイに対して、エンリーを蹴るんで、結構、バランスのいい技いっぱい持ってんすよね。まあ、ちょっと暗い判断、素晴らしい。完璧じゃないですか。さあ、ためバニをしっかり味がして、この後、まあ、ケンシロウが有利っちゃ有利なんですが、さあしっかりコンボを決める。さあ、これはグレルートに 1.2 は溜まってないんですけど、そうですね、グレルート行って、多分まあ残り18秒とか14秒ぐらいで落として、自分側が有利になる。もしくは、ケンシロウ側に 1.2 をためなさせないためだけに自分側が多分まあ落としてためるとは思うんですけど、自分 1.8 とか 2.2 に対してケンシロウ 1.4 とかいう感じかな。あ、もうちょっとたまっちゃったな。さあ星もしっかり取って、最初は KI さんがしっかり攻めてたんですけど、さあ難しい、これはバスケ行くのかな。そうですね、レイバスケは裏回りの点2があればあと1本あればいけるんで、さあこれはまあ満タンまでもう相手側に溜まってるんで安定で星を3つ取って、あと2個取ってゲージ満タンで開幕世紀末と。ま、KI さんは多分安定志向なんで、どうなんですかね、開幕はどっち有利とかがないか、ね、ま、どっちもあんまり行きたくないですよ多分。なあ、そうっすよね、まあ、レイ側の方がリターン高い、ケンシロウ側が星さんにできてないので、まあ、バスケ行くか一回転ばしてっていうところで、あ、危ない。そうですね、開幕は最弱ではない。さあしっかり突っ込んでいった。さあこれはちょっと裏回りがむずいのですが、あー、これはそうですね、星を2個取って3、相手を星3にして、あー、そうなんですよね、あれ。さあここはしっかり KI さんが星3を決めていく。中段中段下段悪い技が悪い、他のゲームでない。まあなんかあれっすね、難しいとこやな今のも。ケンシロウ側は絶対突っ込みたいし、レイ側は安定志向でいい気するけど今のは。あ、まあストレートな戦略で1点読みぐらいしか勝つもんないんで多分。まあ、ケンシロウね、結構開幕満タンだと時とかラオウ以外は大体勝つ策いっぱいあるんで、この開幕の触り合いゲージない間をしっかりエンディから、俺なら多分声出ちゃう。さあこれは蓄積いっぱい乗っているので、さあラストノートの中段が、さあ、 あれちょっとモーションで 6A が見づらいんですよね。さあ 2C、ND からしっかり星を取って、さあこれは圧倒的ちょっと有利な、 KI さんが圧倒的有利な立場で、ごめんなさい、言ってないっす、言ってないっす。
さあちょっと難しいあーうまいな、今落とそうとしたんですかね。さあ裏回りルートうまいっすね。きょうちゃんはあの自分顔側なんで裏回りのルートがいけると。きょうちゃんはあのコンボのすごい研究をずっとしてるんで、ラオウのピボットとかも普通に実戦でやってるんで、ね、さてこれは星、まあ、ただケンシロウ側も 1.2 あるのと星がちょっと怪しいな、まあ、1.2 多分あるんでしょう。さこれはレイガーも自分都合でゲージを貯めていくと。先ほど話してた感じだとケンシロウ側の方が開幕の格は強いので、あやっちまったと。さあこれは星さんがあしっかり、さあ今日は結構落とした後の展開があれですね。勝ったのは KI さん2本ストレートで、次が2代目シロウと狂月さん、2代目シロウさんと狂月さん。1P 側が狂月ですね。で 2P 側が2代目シロウ。さあこの試合めちゃめちゃよく当たる、まあ、2人とも強いんで、だいたいランバトでどっかでこの2人は当たってる。 KI さん除くと優勝回数この2人が一番多いのかな今今シーズン。さあ最近はラオウのリターンが上がりすぎてますが、うまい、あれナギに対して置けると圧倒的に強いですね。まあ D ナギで突っ込むなって話になるのかもしれないですけど、俺も最後それで死にました。トキガワが開幕はすごくラオウに対して有利なので、無双がないと返せない技がほとんどなのと、ラオウのジャンプ攻撃に対して 2A でほぼ全て落ちるで、ラオウ側が 2A 当たんない、上からかぶせようとするとトキがジャンプ逃げでジャンプガードとかで離れちゃうんで、開幕はもうマジでトキが7はついてるかと思うんですが、こうなっちゃうと。さあそうですね、今あうまい。さあまずは蓄積をためながら、だから無双と昇竜がついてるので起きれ目がむずい。さあ今のも、さあこれはバスケ行かず、そうですね、今西西 6D から行くのかなと。これブー印刷からのジャンディがめくりになるので相当強いです。さあこれはもうちょっとコンボを落とす願いをするしか、これを成功するとあとはもうめちゃくちゃあれですね、この後はべちゃることもないので。さあ強いっすね又吉君、ゲージの溜まったラオウの攻めっていうのはもうマジでどうしようもないところが、結構どうしようもないというか相当ガード困難連携と投げのタクがあるのできついっすね。さあまずは1本目取ったのは2代目シロウ。開幕の触り合い、あとラオウがゲージを貯めるまでと言いながら、ラオウは基本1回触るとオーラゲージが1本溜まって印刷か、あとまあ無双をつけるっていうのができるんで、まあ、時が圧倒的有利な立場でどう触っていくかを、どうさばくラオウ側みたいなのが多分最初の。さあ1本取っているので2代目シロウの動きが変わるかどうか。さあ開幕、そうですね、これでもうオーラが半分溜まるので、この後もう1回やると、あいいですね、これでゲート側が蓄積を乗っけた攻めで、そうこれがラオウが何も返せません。
通常の場合 2A にオーラガードを貼ったら 2C が使ったりするんですけど、この統計置き攻めの場合は前ダッシュで距離詰めてあのガードの、あ、これ 2A 2B かくるんじゃないか。あ、さあ今のはちょっと距離が画面端まであったので、あー高い、あれに 2C 入れてるのが。さあこれは置き攻めガードさせればバカバカほど、さあシュンシュンしてせっかく貯めた蓄積が、時川がこれは残り14秒なので、ラオウ側はこのまま、まあ乾燥させてバニキャンをするかみたいな感じになるのかな。あ、違うか、時間があるからもうそのままオラオラでいいのか。さあ最後、そうですね、素晴らしい、あれをガードすると今ラオウ側が満タンになったので、しっかりバリアで、飛び道具判定なのでバリアで返してます。さてこれはうまい。さすがに、ジャンプ攻撃の硬直中は無双を取れないので、さあ投げ、あきついっすね、無双を仕込んだりすると、まあ、やっぱ投げが通りやすくなったり。さあこれはせっかくで OK なので、そうですね、星を全部取って、とはいえ時もワンタッチで倒せるのとラオウもワンタッチ倒せるので、まあ、実質もう5部では。さあブーイン札からジャンビーでしっかり刺してバニまでつなげていく。又吉くんはゲージの使い方がめちゃくちゃうまいので、さあこのままいくと、ああ、さあさあ中断、突然の中断。さあここはめくりに行ったとこしっかり、あーもったいないっすね。さあまず、あ、取り返したのは狂月先生、1対1。さあ勝った方が決勝へ。まあ時側のブーニエが当たるとラオウユダとかは、コンボがそのままなんとバニまで絶対いけるようになるので、地上ぐらいの場合いけるようになるので、さあ勝ち確から狂月がしっかり取り返して、ラオウの攻めに対して結構難しいんですけど、狂月が上からかぶせてるのがうまいですね。さあ今の距離だと、さっきみたいに ND がスカるので、時側が相手にゲージないときは 2D を押してると、一応隠ります。さあしっかりゲージを貯めて、しかも確定を取る。さあこれはピポットへ行くかな、転生1段の 2A2A2C2C6D。ちょっと難しかった、星を取りに行く、そうか回復ができないので、あ、ここ難しい、固めに行く、うまい、あ、つながってはいないものの、あー、ピオルか、やっぱり。さあこれは時が圧倒的有利、無双もついていない。さあこれは安定の星に込んで勝ったのは狂月さん、又吉くん惜しかったですね。さあ次 KI ケーター、最近練習中の KI ハートが出るのかどうか。いや、なんかすごいハートが強いっていうから。まあ今俺のね腹を見てリトルハートとポヨンポヨンしてるからね。体重今93です。太一さんと会った時から33キロ増えております。はい、えぐい、あれがいる、あれが。リアルハートが2人。
まあで基本だからね。さあ 1P 側が KI 先生、 2P 側がケータ。さあ KI さんいきなりレイっすね。ユダを使わない。さっき言ってたのは手が動くようになってきたと言ってたのでユダかなと思ったんですけど、さあこれきついっすね、背面から、はい、さあしっかりガード。あー伸ばしたとこに西を置いたんですけど、しっかりあれっすね、透かすような裏に回る連携をしてたので、さあちょっとむずい。さあ今のはめちゃくちゃ蓄積が乗ってたので、これ結構たまるんで、点2が、あ、たまんない、なんか切れてるな、回復してた、多分あれだけで 0.5 とかたまる予定だったんですけど、ただ圧倒的有利な立場で、うまっ。さああれ 2C をそのままやると普通はオーラガードして時にドカンとバリアが当たるんですけど、しっかり刺してきましたね。さあ23ヒットダンジン、これはしっかりコパンが当たればめちゃくちゃ高くなるので、なんと系に対して23ヒットと24ヒットだとなぜか23の方が浮きが高くなるという。加えてレイは 2A3 発から 2C2D が入るのでめちゃくちゃ簡単にいけますと。さあもう蓄積を切ったりはせず安定ルートで自分、あ今切ったかな、切ってないね。さあこれは安定ルートで開幕世紀末、さて開幕はどうなんですかね。突っ込まず、そうですね、時側の方が有利な卓が多いので、さあこれは断固でしょう。そうっすね、さあ今ちょっとつなぐのが難しかった。さあうまいっすね、時の暴れ読みで、さあ話断固、ガード話断固最強あただこれはダブル昇竜のゲージも足りないので、そうですね、背面置き攻め、さあきつい。さあ時、画面には映っておりませんが時がのけぞ、あーハメピヨルかな、ピヨルないか、まあ関係ないですね。さあこのゲームジャンディをノーマルもしくはオーラガードしちゃうとブーニビーがガード不動になります。さあ手が動いてきたというセリフは何だったのか一本取ったのは KI さん、珍しいですね、ああいうとこであんまミスるイメージないんですけど。さて2本目、開幕はまああのちょっとこの前ねレイ座談会があって、まあ、時レイ 4.75 でレイが、フリーという話でしたが、まあ、ゲージできるまでは 4.75 では済まないと。さあうまいっすね、 2B2D をしっかり味がして、あのあと B 投げしてもきついんですけど A 投げするとああいう感じで確定取られちゃうと。さあダンコを打って、さあつながっていなかったんですけどジャンビーもそのまま食らってしまったので、さあこれは裏回りいけますね。さあなぜかこのレイというキャラだけブーストで突っ込んでも点2が回収できてしまうので、さあただとはいえこれはレイ側が1本たまらないので、そうですね、星を取りに行って、 KI さんは結構星取り意外とスタイルなので意外とでもないです。さあ今のうまかったんですけど C なら多分つながったんですが、そうなんですよね、あれ B 投げを入れ込むとレイガーの行動に負ける時があるので、さあうまい、今のは埋まらないと見て NB を、ただ時側がしっかりダッシュしてガードするというえぐいですね今。さあやばい、今のガードしたのもやばいけど
さあガーキャンを匂わし、ああ素晴らしい。そうですね、いや今のグレめっちゃうまい。さあブーニエで突っ込む、あうまい、ダッシュで潜るが一番強いですね。さあノーマルガード、今のうまい。さあ怪しい怪しい怪しい、当たるさあ安定で素晴らしい。これは剥がれるので全然しっかりやれば。そうですね、ブーストも回収はしてないか。さあただレイガーの方がゲージがあるのと、時がジャンプできないので、そうですね、開幕飛びます。さあ今のは難しいとこですね。時側がエンビー置いて 2D につなげても多分オーラ溜まってなかったので、さあしっかりとしたタクで、さあこれはこのまま行くとハード安定ルート。まあ、時側が開幕ちょっともうどうするかっていうゲージになっちゃってたので、そこをしっかり刺していきました。さあこのまま行くと強月と KI といういつものになってしまう。さあやってる人間が勝つのは大事です。ほんとそう。さあこのゲーム大味に見えてめちゃめちゃ細かいとこいっぱいあるので。さあ勝ったのは KI さん。さあこの対決は2人で体重が200キロ超えております。はい、すいません。ちなみに俺と強月を足しても余裕で240キロぐらいはいきます。じゃあちなみにデブ指数でいうと多分俺北斗勢で一番今出るので、身長164の93です。さあと言ってる間に 1P 側 KI、 2P 側強月。さあこのレイトキ、さあ KI さんがこのすごいキャラ差がある最初の触り合いをうますぎて、そうなんですよね、 2A2D をまずしっかりしてたんですけど、今のワンチャン C がね当たっても良かったんですけど、時側はあれ今の安定行動で A 投げを入れてたんですけど、イオン内ですね乗ってないので、ただバッケにはいけちゃうと。さあ今のはテンション、ああ 2D を、あはは、そうっすね、その前のコンボが結構高かったので。さあ KI さんめちゃくちゃうまいとこしかなかったんですが、さあ今グレテンをするとお亡くなりの可能性があったので、しっかり星2を取っていった、めちゃめちゃいい判断やり込んでる。さあただ開幕はまあまあゲージがあるので、さあ突然の時側が心の準備をする前に速攻突っ込んでいきましたね。あのバリア、さっきは携帯 2C で落としてましたけど、ガードして突っ込むと時側が NC かグレぐらいしか返せないというか、振る技がないので相当きついです。あの高さだったら D 投げするとかがいいんですけど、ちょっとむずいですね今の、マジで心の準備できない、隙をつく感じです。さあこのまま行くと、35秒どうなんやろう。このまま時側に2本貯めたくない気持ちは俺ならあるので、完走して 1.3 とか4まで行けばこのままでもか、まあ、この辺は好みですけど、自分の方がゲージを多くしたいってなるとちょっと落として、そうですね、ゲージを貯めに行くと。これは 2.2 時側でも溜まってしまうんでは、自分マックス優先と。さあ自信がある。ただこのゲージだとちょっと時側が有利、開幕有利な技が多いので、さあ突っ込みました、うまっ。さあ今のは素晴らしい、今の BB にしないでブーニエとかにすると受け身が取れてしまうんで、助
けど、BB だとしっかりこういったコンボにつながると、まあ、開幕オラガーミスなのかな。いや今のなんだろう、あ1ラウンド目どうなんかな。そうね、リューブがねちょっとあれなんで難しいですね。今ちょっとこちらで時礼のお話をしてたんですけど、まあ先取ったのが狂月と、うん、ジャンエンはまあそもそもめっちゃ強いですからね、全然あり。まあそうですね。さあ難しいところ、いや全対応がねこのゲームなかなかできないので。さあこのゲームのシステマチックなとこと、あうなるほど、ちょっとファジをしてるとあれ食らうのかな、どうなんだろう。さあこれは今ゲージが溜まってた、あうまい、オーラガードを張って距離を離しつつ、あうめえ。さあ高い、これはバッケ行かず、そのままあれですね、投げ込んルート。さあスタートが 2A だったんですけど、ブーニエルート行けば、あ関係ないか、足りないんじゃないかな。そうですね。さあゲージはめっちゃ溜まる、あすごい。さあこのゲームなぜかああいうことがいっぱい起きます。さあうまい、剥がしてもう一度このまま、これでも裏回りいけない、あいける、すごいうまい。嘘を聞きました、すいません。あれ今何ヒットだったのか、ワンチャン裏いけないと思ってしまいました。さあ勝ち確のところから、さっき時川が壁込んであれですね、オーラを貯めようと思ったら裏回りルートですね、剥がして裏回りルートに行かないとちょっとゲージがたまらなかったんですけど、さあここで取り返す、かなり大きいですね。さあゲージもふんだんに、お互いふんだんにある。さあ打ってカートお互いジャンプと、いいですね、上からかぶせるともうジャンエが出てない限り勝てない。あこれは隠ってる。さあ今のは遅らせだったんですけど、さあうまい、折りダンジン、綺麗な折りダンジン。このヒット数は西に D が高くなるので、バスケが、バスケの拾いが簡単です。さあこれは時回、満タンになります。多分もう蓄積を切らずに自分都合で星を取りつつ、そうですね。さあこれはちょっと厳しいですね。開幕がさっき言ったように時が突っ込む行動に対してレイが立てるのが、まあ一点読みとかしないと無理なので、まあ、ここを、まあ、ジャンプガードなのかガードダンコなのかガード昇竜なのかとかをまあなのでまあお互い下がるパターンも多いですね。もう特に子さんの人は大体、まあ、ただこのゲームはあのゲージが相手にめちゃくちゃある状況で一回先に固められてしまうとちょっとかなりきついので、この辺さあどうするかと。さあさあ突っ込みました。あれは置き技に対する勝ちを狙う、素晴らしい、昇竜とかを返す格ですね。さあただ今度は KI がブーストが残ってるんだ、あさあ今のはあいろいろあった、いろいろある。さあダンコですか、ああさあ手だよみさあ今のはちょっと埋まってなかったので難しいですね。時川が1本使わないと埋まらないというところ、しっかりジャンプ攻撃を置いておくと。 さっきコンボをミスった時も KI さんは、画面中央の時に対して、起き上がりに石滑を打たれても当たらないようにうまいジャンプかぶせをしてたんですけど、ハイジャンなんかやばいジャンエーならまだワンチャンわかるんだけど、
まあそうですね、時川が今の埋まってないパターンは D なぎ 2A とかも間に合わないので、まあ、A なぎジャン D とかハイジャン D っていうのが多いっていうあれなのかな、ちょっとわかんないけど、まあまあそうですね、結構あのフラットとかがすごい上手かったんですけど、ああいう埋まってないって見せてブージャン D っていうのがめちゃくちゃ時強いので、さあ1対1、さあ勝った方が優勝ですね。前回優勝どっちだっけ、さなんかポイントが配られて、あ、 KI だ確か、あ、またよし君か。さあというと、それも又吉と、さあうまいですね、刀剣を巻きながら触っていったところに対して今度は、ジャンプで降りてきたところを KI がしっかり刺すと、さあ今のも当て身が当たらないめくりのジャンプ攻撃でかつガード困難連携なので、レイのジャンビが欲しいです。そうですね、さあちょっと時が苦しいですね、これは。そうですね、ブーストもためられず、レイ側にオーラができると相手がジャンプオーラがでね、いろいろちょっとかわせるので、さあジャンシー、あのジャンシーもレイのジャンビーがね勝っちゃうっていう、あ、早い、さあワンチャン、あー日和はしないんですけど、まあ、バスケいけちゃうので、さあ安定のテンション4発ルート、そうですね、さあキンディダンジン 2D スタートの26ヒットにするとキンディダンジンの浮きが高くなるので、さあこれは切るの、切らないですね、切ってない、切ってるか、切ってるな。さあこのまま相手に1本も溜めさせないってなると時側もちょっとたまらないので、さあこれはあるぞ、あ、20秒は全然レイは破壊力が高いのでバニーが当たると、さあこれはあと1回、えらい、あれ、あ、いや間に合わ、間に合うな間に合いますねこれあっ、さ、珍しく KI さんが声を出したあっつって、さあちょっと強月だいぶ助かりましたね、これ星も2になったので。さあうまい、今のわめちゃくちゃうまい、今ブースト1本しかなかったんですけど、あー、さあこれは紅の豚さんありがとう、関係ない、違うなさあ勝ったのは KI さん、優勝おめでとうございますさあ08は星さんでそう、撃破者なんだよなこれ、これ、さあじゃあ優勝で準優勝強烈ですね、これがダイエットの効果か、確かに